はい、こんにちは、アニマルアニキです。では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 、今日の動物はズバリカモノハシ。動物界においても原始的な存在なんですよ。これ結構頭がポカンってなる人多いかなと思うんで、この後じっくりと紹介していこうと思うんですけど、まあ、実際この動画見た後はですね、カモノハシの特徴的な生態だったりとか、カモノハシから学ぶようなこう動物の分類っていうところについてもいろいろ分かるような動画になってますので、ぜひ見ていってください。ではでは早速本題にドン。まずは3つのカモノハシの面白い特徴について紹介したいと思います。まず1つ目が現代に蘇る生き物で、2つ目がくちばしに謎があるんですけども、高感度のセンサーがついていてですね、毒の爪を持つ、ちょっと物騒なんですけど、3つ目、哺乳類だけど卵を産む。これもだいぶ面白い生態なんですけど、3つ紹介できればなと思います。ではでは、その生態に迫る前にカモノハシって何なんだっていうところと、まあ、簡単な紹介から。カモノハシはですね、実はオーストラリアの海沿いの部分に生息している生き物なんですけど、オーストラリア固有の種でして、オーストラリアでしか見れないっていうところで、まあ、日本の動物園だったり水族館でも見れるところはありません。なので見たい方はオーストラリアへ行こう。で、分類なんですけど、哺乳類の単項目カモノハシかカモノハシ属というところで、まずこの単項目って何なんだろうっていうところですね。単項目っていうのが漢字では一つの、まあ、穴ですね、項に目っていう字で書くんで、まあ、何か一つの穴が何かあるんだろうなと。これすごく簡単に言いますと、まあ、うんち、おしっこ、受精したりとか、あとは出産ですね。その4つをですね、すべて1つの穴でやってしまうという、それから由来が単項目になっていると。似たような動物だと、ハリモグラだけ一緒の属にいると。で、実はこのハリモグラもオーストラリアに住んでいる。だからやっぱりオーストラリアってそういう特徴的な生態を持っている子が多いと。オーストラリアぜひ今後行ってみたいなと思います。ではでは、まずは3つの生態のうちの1つ目、現代に蘇るキメラ。ではまずちょっとトンとこちら見てもらえば分かると思うんですけども、見てください、これくちばし、アヒルですね。これで体のこのフォルム、これはカワウソ。尻尾のこのオールみたいなこの部分ですよ、これはビーバーの部分ですよね。これ最初あまりにも動物の特徴がミックスされすぎて、これってなんか模造品とかこう偽造品なんじゃないの、こんな生き物いないじゃないのみたいなことが言われていたぐらい、見た目のトリッキーさみたいなファニーな感じがありますよね。まず一旦ちょっとこの見た目ですね、鳥類であるアヒル、あとはまあこう哺乳類のまあリーバーだったりカワウソだったり、そういうものがこう掛け算されているっていうような見た目はまず要チェック。2つ目の特徴ですね、2つ目が高感度センサーに毒の爪。まず1つ目の高感度センサーって何ぞアヒルみたいな感じで硬いくちばしではない、柔軟性のこうゴム質というか、ちょっとこう柔らかい素材。なんでそうなってるかというと、カモノハシさ、目ちっちゃくてつぶらなんですけど、水の中入っちゃうと目もつぶっちゃうんですよね。水の中で目開けられなくて、かつ耳も塞いじゃうんで、こう完全に水中ではこう目も耳も聞こえない。どうやってお前餌取っとんねんって。そこで登場するのはこの高感度センサー。この高感度センサーを使って、こういうエビだったりカニだったりとか、いろいろこう、まあ餌があるわけです、水中に。そいつから発生される生態電流と言われる、生き物が発する微弱な電波をそのセンサーが捉えて、実際にそれを食べに行くと。で、まあ、ある実験とかだと、その乾電池みたいなのをポトッと落とした時に、目も耳も、まあ、つぶって聞こえない、見えないはずなのに、その乾電池に大体10センチぐらい近づいた時に、こう、感知できたみたいな研究から、こいつはそういうセンサー持ってるんじゃないかっていうのが分かったみたいなこともあるわけです。毒の爪。こいつ実は毒の爪を持ってます。で、どこに持ってるかというと、親指の付け根のここですね。ここに持ってます。後ろ足。で、それも持ってるのはオスだけでございます。なんでオスだけなんだろうっていうところがポイントなんですけど、これ実はまあ一説によると交尾の時の、まあ、オス同士の喧嘩に使われてるみたいなことも実際言われてます。その毒どんぐらい強いのかっていうところなんですけど、すごいシンプルに言うと犬を殺せます。あんな可愛いフォルムの親指の付け根にある毒ピュッと食らったら犬ポロッと死んでます。で、実際に哺乳類でこういう毒持ってるのって、あとはトガリネズミっていうすごいちっちゃいネズミがいるんですけど、
そいつぐらい。トガリネズミとカモナーシの毒っていうのは、毒の質みたいなところも違っていて、まあ、お互い同じ毒は分岐したっていうよりは、別々の毒だったみたいなことも言われてる。ではではもう早速もうね、最後になるんですけど、3番目。哺乳類なのに卵を産む。カモナーシ以外だと、あともう一個、ハリモグラ。これも哺乳類なんですけど、卵を産むっていう感じです。そもそも哺乳類って、何を哺乳類というかっていうと、乳をあげる種類っていうのを人間が勝手にこうカテゴライズしたものが哺乳類であっただけなんで、まあカモノアシからしたら、まあ勝手にお前がそういう分類したから、哺乳類なら卵なんて変って言われるんですけど、まああいつらはですね、各々の環境で最適な進化をしていくためには、まあ哺乳類なんだけど卵を埋めるっていう、そういう性質を持ってた方がいいよねっていうところでやっぱ進化をしてきたわけです。なのでそもそも分類っていうのは人間のエゴですね。まあ分類できないからどうだとかな。で分類自体はそこまで、まあ、意味はあるんですけど、まあ、人間の勝手なカテゴリー分けということなんです。ちょっと話戻るんですけど、カモナーシおちち実際出すんですけど、乳首がありません。これなんかじゃあどうしてるのっていうところなんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、人間でいうちょっと汗が出る、まあ、汗腺から乳首が染み出るような形でミルクをあげてます。なので子供は、まあ、お母さんのこのお腹のですね、まあ、ミルクがこう染み出る部分をペロペロ舐めるっていうような感じで、まあ、授乳をしていくわけですよ。一つ、二つ、三つと、三つの生態を紹介してきたんですけど、実際じゃあ、この生態を今僕は紹介して、あ、なるほどね。カモノアシって面白いね。全然なんか他の動物と違う特徴を持ってるね。それだけで終わるのが一番もったいない。そもそも、この進化って、とか、この特徴って、なんでそう進化したのか。僕、ここがすごく大事だと思う。特にカモノアシって今まで見てきたら分かると思うんですけど、いろんな動物の特徴を持ってるわけですよ。卵を産むのは鳥類とか爬虫類とかそういう性質だし、ミルクが出るみたいなところに関しては哺乳類の性質だしと、で見た目に関してもくちばしついてたり、ビーバーみたいな尾っぽがついてたり、カワウソみたいな体ですよね、ついてたりと、いろんな動物がこうミックスされてる。これなんでかっていうところをシンプルに言うと、カモノアシが原始的な種だと。カモノアシがいろんな動物をこう分岐していくんですけど、そのやっぱり昔からいるんで、あいつがいろんな動物の性質を持ってるのかなって、あいつが昔からいたから、その後のものたちの性質がその後についてきたっていうような感じなんです。あいつはって言ってますけど、カモノアシちゃんは原始的なやつです。だからあいつらはいろんな動物たちの始祖というか、もうだいぶ古いな。実際のカモノアシってやっぱり生きた化石なんても言われておりまして、実際にこう恐竜がいた時代からずっと生きてたなんてことも言われてるぐらい、まあ、ずっと昔から同じ姿で生き残っていると。ではではですね、ここまででカモノアシの面白さだったりとかっていうのはだいぶ分かってもらえたかなと思います。次回はなんと、今年は何年ですか、ネズミ年というところですね。かの有名なあの裸デバネズミ、なんかもうビジュアルは完全に捨ててますみたいなやつなんですけど、こいつ実はもう本当に面白い。哺乳類で唯一新社会性っていうですね、アリとかハチとかああいうものに代表されるようなこう、まあ、女王がいて、その下にいろんな役割のものがいてみたいな、そういうような生活をしている、まあ、ネズミでございます。その他まあいろいろ面白いこと今ちょっと言っちゃいそうになりましたけど、ご紹介できればと思います。ではでは、ここで人と動物を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。